不行，不行，等一下。中村萌です、絵を描いたり木を彫ったりして作品を作っています。子どもの時から絵を描くことが好きで、ずっと子どもの時に描いていた落書きのような気持ちのまま、今は大きな木を彫ったりして作品を作っています。初めて台湾で展示したのはヤングアート台北っていうアートフェアに作品をギャラリー椿から出展させてもらったのがきっかけ で、日本以外の国で展示をしたのも台湾が初めてです。飾ったったかな。台湾は、私は言葉が喋れないので、台湾語は言葉が通じない分作品のことをうまく伝えられないんですけれど、でもそういう言葉が通じないからこそ、すごく純粋な気持ちで作品を素直に見て、みんなが受け入れてくれたような気持ちを感じていて、自分にとってはすごく思い出深い、なんか第二の故郷のような場所っていう感じがあります。看见钟楚萌作品，其实在一个很偶然的Art Fair， 就是 Young Art 看到了，然后因为自己太喜欢了。那我记得在当时，我把我心中的一个愿望跟期许跟他的父母亲跟画廊说了，说我希望有机会这样的作品原作画作收集起来，能在五年之后办一个个展。今回みたいにたくさんの作品、昔の作品から最近の新しい作品まで全部集めて展覧会できるっていうのは本当に初めてのことで、これは台湾でなければ絶対に実現しなかったことだとすごく感じています。やっぱり、今回の展覧会は全部の作品を台湾の私の作品をすごく愛してくれてる人たちが快く協力して作品を貸してくれたから成立していて、今回展覧会をするときに作品を搬入するときに運ばれてきた箱を開けて、すごい久しぶりに作品たちに出会えて、一番古い作品だと7年ぶりぐらいに出会った作品とか、やっぱり久しぶりに集まった作品たち見てすごく感動しました。本当もう会えないって思ってた昔の作品とかに会えて、こんなにたくさんの作品が台湾にいたんだなっていうのを改めて実感したし、古い作品も結構表情が違うけど、新しい作品と並んだ時に全然つながって自分がやってきたことが分かる気がして、Very happy、嬉しい、すごく。でこれだけいろんなたくさん昔から作ってきた作品が台湾でとっても大事にされていたんだなっていうことにも、すごく集めてきてくれたことにもすごい感動しました。展覧会にたくさんの人が来てくれて
本当に嬉しいです、すごい励みをたくさんもらったので、またこれからも作品作り精一杯命を込めて頑張って作っていきたいなというふうに思います。谢谢这么多粉丝、藏家及远道而来中春盟的家人，这么支持中春盟的展览，我内心万分的感动，谢谢大家。谢谢 ，Thank you， ありがとう。